どうしたぼんやりしてえ頑張る気持ちがどっかいてもうたんはははまああるよなそういうこと要はやる気がでえへん時ってことやろもうちょっとは気分転換でもしてみたらどうなんえダメ え、なんで急ぎやったら手伝ったんで二人でせなあかんことやったら一緒にやるし。うん。まあ、最近ずーっとこんな調子なんや。うーん。まあ知ってんねんけどな。それでも必死に頑張ってたんちゃんと見てたで。あははは。 ああ、もうそんな泣きそうな顔せんでもええやんか。人間頑張れへん時やってあるもんやで。<laughs> うんうん、そうそうそう。全然大丈夫やからな。でもあれやろ。待っててくれてる人がいるとか、喜んでくれる人がいるって思ったら、もっと頑張らなあかんなーって思うんやろ。うん。<laughs> うん、そやろ。うん。 なあ,あとそれとうん何でも言うてみんやん。え俺に釣り合う人になりたいうんうん。うん、<laughs> <laughs> えいやまあそんな風に思ってくれとったんなあまあそりゃ嬉しいけどな。なんかだいぶ俺のこと課題評価してへん <laughs> うんえー、そんなことあるってそれに釣り合うとか釣り合わんとかそういう問題じゃないやろお互いがお互いのこと好きなんやからなそれだけで十分やろ <laughs> まあもちろん言わんとすることは分かんねお互い尊敬し合えるっていうのも結構大事なことやとは思うからな うん、まあでもその点で言ったらあのさよく誰かのために頑張るのはすごい力になるけど人間は誰かのためには生きられへんって言うやん。ああ。でもなお前を見とったらさこんなに誰かのために一生懸命頑張れる人間っておるんやんって思うね <laughs>、うん。うんそうや。 うん。大好きな誰かのためとか、大好きでいてくれる誰かのためとかな。いつも全力で頑張っとるやろなんか任されたら何でも一生懸命やろうとするやん。仕事でも友人関係でも、俺とのこともな。<laughs> うん。な、まさにそれ。今のそれな。 その自分で気づいてへんところが、いつも頑張りすぎてまう原因なんやと思うで。それで体調崩したりとかさ、不安定になっちゃったりとかしとんちゃん。あ <laughs>、うん、ちょっとだけ自覚あれやろ。だからな、今回はお前が壊れる前に頑張る気持ちっていうやつが、ふらっと旅に出てくれたんかもしれんで。うん。 ねえ何それってなんかそういう生き物 <laughs> 僕がいなければ頑張らなくて済むよねとか言ってどっか行ってんちゃう <laughs> うん、うん、まあでもそんなんどうでもええやんかねえそれからさ最近ずっと寂しかった俺へのプレゼントちょうだいやんうんほら早くこっちにおいねはいキュー いや、<laughs> ああこれこれよしよしええやな毎日よく頑張ってんねうんはあなんか忙しそうにしとったしさ疲れとったからこうやって抱きしめんの我慢してたんやからなだって抱きしめたらもう我慢できなくなるのってわかっとったしえ <laughs> いや、まあそりゃ毎日ハグはしとったけどそのいつものなんか軽く抱きつくようなハグとこのハグは別物っていうのはわかるやろうんもう全然なんか内容が違うんやからなこれは <laughs> ああそうやもう俺はお前不足なんやからさでお前も疲れてるってことはイコール お前も多分俺不足ってことやろ <laughs> せやからお前の頑張る気持ちってやつが戻ってくるまではもう2人の充電期間にしたらええやん。なもういっぱいキスしていっぱいだけあって足りないもの埋めたらさきっと満たされた頃にはまた頑張れるって思わへんああ。え <laughs> いや、ほんまにとか聞かれたら、まあ、そら、たぶんな。ははははは。もう、なんなんさ、もう、ええやんか。そう、膨れるなって。ほら、笑って笑って。にーって笑ってみ無理やりにでも。はははは。かわいいな。な。無理やりにでも笑ったら、ちょっとは元気になってきたやろやっぱりさ、 ふざけたりとかイチャイチャする時間って大事なんやと思うで。ああ。というわけで、今日はもういっぱい可愛がるから覚悟しときや。な